証券コード2652マンダラケ。今日はこちらの紹介をします。証券コード2652マンダラケは漫画やアニメ、あらゆるサブカルチャーに関する古本、古物店を経営する会社です。また自社出版物の編集や販売も行っています。販売は店舗だけでなく通信販売やオークションによっても展開されています。言わずと知れた漫画、アニメ関連アイテムの宝庫です。なんか僕の中ではビレッジヴァンガードと似たようなイメージあるんですけども、それよりもやっぱりオタクって感じですよね。お店によっては店員がコスプレしてたりするっていうのを聞いたことがあります。株主優待はマンダラケ店舗で使える株主優待券2000円相当などがもらえるようです。権利確定日は3月と9月年2回です。気になる現在の株価はこちらです。右肩上がりの見事なチャートですね。では早速こちら開けてみたいと思います。中にはもう何も入っていません。中には 1,2,3 つの書類が入ってました。まずはこちら。ここちょっと隠しているんですけども、住所と氏名が書かれた封筒の頭紙になります。割愛します。次にこちら、中間決済に関するご案内及び優待案内。ほうほう、なんか面白いこと書かれてますね。弊社の第2四半期は依然として続く新型コロナウイルスの影響から厳しい経営環境にございますものの、通信販売強化をはじめといたします事業展開を推進し、通期業績での回復を目指してまいります。株主の皆様には引き続きご支援をお願い申し上げまして、弊社の株主優待ご優待制度の一つでございます弊社出版マンダラケ全部最新刊ご提供のご案内を申し上げます。ネットで調べるとこのね、全部っていうものを読めるのかな、なんか優待としてもらえるみたいなんです。弊社はその事業内容と取扱い商品に対します株主様の理解浸透に役立ちますよう、弊社出版マンダラケ全部最新刊を希望される株主様へ特別に以下の価格で提供しております。株主様におかれましては同封の振込取扱い表にてお試し1冊のみを希望の場合500円の記載のある表で、3冊分をご希望の場合は1000円の記載のある表で、いずれかご選択いただき郵便局にて払い込みの手続きを行っていただきますようお願い申し上げます。あ、これ何、これか。それがもう一個届いているのがこちらですね。なんだろうと思ったら、これ僕が払うってことですかね。500円か1000円、欲しければっていう。でも相当安く提供してくれるってことなのかな。先ほどご紹介したね、店舗で使える2000円相当の優待券というのは、まあいろいろね調べたところ、9月の権利確定日に100株以上所有している株主が対象みたいなんです。なのでね、僕はねこの3月だと対象じゃないのかな。しかも欲しいんだったらこれ500円か1000円振り込まないといけないっていうね。ちょっと1個だけ申し込んでみようかな。またねこうやってやらかすんですよね。ちゃんとね調べないでこうやってポンポン買っちゃうとこういうことになるんですね。今回初めての試みでこの銘柄買ってみたんですけども、幸か不幸か権利確定日後爆上げが起こってですね、これがっぽりいい感じで儲けさせてもらって全部利確しちゃってるんですね。しまったと思いましたね。100株ぐらい残しとけばよかったんですけどね。まあ、こういうね反省も含めてちょっと次回9月の権利確定日を目指すっていうのを覚えておくことは多分不可能なので、メモを残さないと。でもそのメモをなくしそうだな。やっぱり、ね、200銘柄300銘柄とかになると管理しきれないからな。なんとかしないとな。次回はねこの2000円の優待ゲットしたいと思ってますんで頑張ります。以上、今日も超ハッピーなカズでした。 See you!